か、大丈夫かな、この動画。はい、こんにちは、アーバンバイクストア須崎です。いつもお世話になっております。本日はクーリスのチタンのバイクをご紹介させていただこうと思います。もう何度かご紹介させていただいているんですけれども、撮るたびに僕は気がついてるんですけれども、オーナーの方は実は気がついてないのかもしれませんね。僕はたまに見てどん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 かっこよくなってるなっていうのを、まあ、気がついてるので、そこをちょっと細かく紹介させていただこうと思います。すいませんね、いつも細かい話ばっかりで。今日はクーリスのチタンのシクロクロスバイクご紹介させていただきます。はい、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。アバブバイクビジョンズではスチールのバイク、カスタムのバイク、ハンドメイドのバイク、スタイルのある自転車をご紹介することを得意でやらせていただいております。今までに取りためたアーカイブスは700本以上ございますので、何だった今ピース700本以上ございますので、ぜひ 1,2 本見ていただいて、面白かったって思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録をご活用ください。それでは今日はクーリスのチタンのバイクご紹介させていただきます。カスタムでお作りになっている、フルカスタムでお作りになっているバイクなんですけれども、チタンで製作されたクーリスのカスタムチタンバイクになります。使われる場所はシクロクロスを主に使われていまして、グラベルであったりとかそういうところをメインでお使いになっている、そんなバイクになっております。今回、オーバーホールっていうわけじゃないんですけれども、コンポの乗せ替えで、入庫されたバイクなんですけれども、ブラケット、ローター、ブレーキ、それとクランクはローターのものを使っているので、GRX の12速のものに、はい、DI2 12速のものに変わっております。とても、はい、スムーズに走る、本当にね、もうマイルドな乗り味ってこういうことを言うんだなって思ってしまうんですが、めちゃくちゃ乗り心地いいんですよ。それで、はい、まあいろんなところでもうご紹介しているので、DI2 の GRX 12速なんですよね。で、フロント変速はなし。フロント変速はなしなので、リアに12速のかっこいいですよね。はい、ホイールも相まってもかっこいいんですけれども、エンビーのハブ、エンビーのホイール、エンビーで、メイドインユタ。ユタ州のオグデンという町で製作されているのがエンビーなんですけれども、そのエンビーの、はい、本社でちゃんと手組みされたそんなホイールを使わせていただいて、IRC の冒険を使って、はい、組ませていただいております。見てください、ね、変速がここに2つタブがついていまして、左右とも DI2 の12速なので左右ともついてるんですよ、こちらにもこちらにも。で、設定で右手で変速するのがリアの、変速機なんですけれども、左手でも変速できるように設定されています。以前からこういうふうな設定はできるんですけれども、以前の場合だと配線を通さなければいけなかったんですけれども、配線一切こちらはしておりません。ブラケットからバッテリーまでは無線で飛んでおりますので、いいですか？右手の変速で今動かすとこんな感じです。右手変速です。いきます。こんな感じです。次、左手の変速で、ね、動かします。
まあ、ちょっと本を載せるときに少し清掃するじゃないですか。やっぱり、100% の力を存分に楽しんでいただきたいなっていう風なところもありまして、バイク自体に、まあ、こう自分でこうワイプで拭いていったりとか、汚れているところを少し清掃したりするんですけれども、このバイクはですね、一番最初もう3年ぐらい前だったかな、4年ぐらい前だったかな、当時の写真だったりとかまだ残ってるので、そちらをご覧いただきたいんですけれども、一番最初に作った時はこんな感じだったんです。ただ、この時は写真の写りからね、ちょっといろいろ判別するのは難しいかもしれませんけれども、今現在の形はこんな感じになっていまして、いろいろなバッグを取り付けたりとか、あと荷物だったりとか、こうチューブだったりとかインフレーターだったりとかを中に入れ込んで、あとタイヤレバーだったりとか、パンクした時に、ちゃんとリカバリーできるようなものがこの中に入っていたりするんですけれども、ここに行き着くまでにこういう風なシートの下とかに、まあ、スタンダードのシートの下につけてらっしゃる方もいれば、ボトルケージを1本分潰してお付けになる方もいらっしゃれば、いろんな方がいらっしゃるんですけれども、ここを割と僕はおすすめしていまして、とても、はい、すごくこう大体のものが入って、リカバリーパーツがこうグッとこう下に BB の近くに、まとまることで、やっぱり安定感が上に重いものがあるよりかはフラフラしないのでいいのかなと思っています。それで、ちょっとこれはもう本当にオーナーさんも気がついてらっしゃるかちょっとわからないんですけれども、もう今僕このバイクを経営をするのにとてもちょっとどう言ったらいいかなっていろいろ考えたんですけれども、皆さん自転車サイクリングとかで、休憩されるときにいろんなサイクリストの方と合流地点でこう、あどうもこんにちはみたいな感じでこう会釈したりとか会話したりとかっていうふうなことがあると思うんですけれども、そんな時にバイクがこうバーって並んでて、ちょっとお手洗いに行ったりとかした時に、戻ってきた時に自分の隣になんか知れない得体の知れないようなかっこいいオーラを持つバイク見たことありませんか？なんかね、そういうこうどんなバイクにでもそうなんですけれども、使っていけばいくうちにどん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 その魅力みたいなものが増幅されて、その人の形になって、その人のなんていうんですかね、こうバイクに反映されたアイデンティティみたいなものがすごく際立って、オーラのように身にまとってるような、そのバイクの中にオーラがあるような気がするんです。スピリチュアルな話じゃないですよ。そうじゃなくて、なんかこうムードがこういいんですよ。めちゃくちゃかっこいいな、もう自分のものになってるなって、乗られてる感じじゃなくて、ちゃんと使いこなしてるなっていう感じがするんですよね、はい。これは別にチタンのバイクだからとか、スチールのバイクだからとか、カーボンのバイクだからっていうことじゃなくて、使っていくうちにやっぱりどん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 こう、まあ傷もつくし、擦れたりとか、もっともっとこうネガティブに捉えないでほしいんですけど、ダメージっていう風なところも、まあ、一つ僕は味だと思ったので、デニムと一緒かなと思うんですよね。すごくこう自分のものになっていく、そういう風な、自分のものになってどんどん当たりがついていって、それがまたこう趣のあるとても素晴らしい、ムードを持つっていう風なところで、そんな言葉が、このバイクにはぴったりだなと思ったので、今日は一本回させていただきました。とても分かりづらい話、はい、ちょっと動画ではなかなか伝わりづらいんですけれども、ちょっと気がついたことがあります。それはチタンのバイクって、ここブラストで、なんていうんですかね、こう色味が違うじゃないですか。こっちはスコッチブライトとか、あと
ある程度こう細かめでもヤスリとかでバーって磨いていくと、こういう風な磨いた方向に対して線が入る。で、まあ、これが、ブラシドで、こっち側はブラステック、サンドブラステックでバーッとこう、細かい砂を当てていってこう木を傷つけるような感じで、それとはまたちょっと違う、黒ずみみたいなものがどん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 このフレームの中にムードというか、まあ、なんかオーラというか、そういう風な形で、まあ、なんかなかなか形容しづらいですが、まあ、すごくこう黒さが増すんですよね。こうステンレスの色でもそうかもしれないですし、金属のものとかだとそういうのが分かりやすいのかもしれませんが、チタンでもやっぱり金属の中に少しこう黒みが増していって、それが、まあ、とても僕はかっこよく見えています。あとこのフォーリスのアナダイズド、アルマイト加工ですね。このアナダイズドっていう部分が少し以前に比べるとちょっと退色してきてるかなっていう感じがするんです。色味をね出したのがこの辺りと同じような感じというか、まあ、少し色のトーンは変えてると思うんですけれども、ここまで色味のこうズレみたいなものがなかったんですけれども、この退色のしてる感じもめちゃくちゃかっこいいなと思って、最初グリーンだったんですけども、ほぼ青に近い青黒い感じになってるんですよ。それがめちゃくちゃかっこいいなと思ってる次第でございます。コンポーネントのお差し替えなので、それ以外のところはあんまり変えないような、できるだけこう意識して、はい、組ませていただきました。また写真をたくさん撮っております。ぜひそちらをご覧ください。はい、ありがとうございました。クオリスのオーダーチタンバイク、はい、弊社の方でお作りすることができます。いろいろとハンドメイド得意でやらせていただいておりますので、ぜひ、今どんどんオーダー、はい、2024年度5年度
に向けて、ちょっとこの間値段が変わりましたけれども、はい、誰しもがやっぱりこう憧れる、もう本当至極の1枚、至極の1台だと思いますので、ぜひそちらの方をご興味がある方はぜひ相談にいらしてください。それでは今日はこんな形で終わります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。